派手な短歌聞くだけ。かっくぜ。かきだ。調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ。キリュウ、お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで能書きたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器には程遠いな。
でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。キリュウカズマです。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。むしろいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、肩着に手かけんのか。キリュウはお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな。兄弟会わぬは俺もはっきり聞きました。キリュウはもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない。そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男見せてください。うちの若頭補佐が一度口にしたことだ。キリュウカズマ、どうしま組長。ありがとうございます。キリュウ、俺とカズマのエスさんの身の潔白を明らかにするためです。殺しをやってません。ですがあの一つもで、俺が金を取り立てた男が死に、組に迷惑かけちまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか風間の親父のことだけは。お前
が組み抜けて取れる責任ってのは何だ。それは絶対に俺が、あの一粒で男を殺した犯人を捕まえます。そうか、その必要はない。でも犯人は。犯人？そんなのはさぞや勝手に探そう。お前はもう課題だ。それじゃけじめがつきません。けじめ？だからてめえは課題だろうが。今さらごちゃごちゃうるせんな。お前は自分の不手際があると認めるところはあるんだろう。はい、少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければ、ひょっとしたらこんなことには。だから波紋を申し出た。そうです。安心しろ、けじめならきっちり取ってもらうさ。え、風間が拾ってきたガキ、キリュウ、お前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまった。その責任は風間に取ってもらう。お前もさっきまで極道だったんだ。この理屈は分かるだろう。どうしよう、会長。極道は一度身引いたらしまいだ。お前は仇として幸せになる道でも探すんだな。このままだと風邪をひいてしまいますよ。私は立花と申します。立花、あなたが今置かれている状況は全て承知しています。私はあなたと会うこの時をずっと前から待っていたんです。聞いていただけませんか。キリュウ、カズマさん、Thank you.
食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれない。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は仇の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法ならばご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてない。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場果樹でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢様です。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だが何で俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一つも決まってるじゃないですか。また殻の一つか。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一つを手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの縫い切りも晴らさなければ神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この試合、そういう時ほど用心しなきゃなんねん。生き残るためにはな。なるほど。
少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか。ああ、分かった。服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。ヒール錦、お前大丈夫だったのか。おいマジかよ、よく殺されなかったな。ああ、だがこれで俺はきっちり堂島組を破門になった。そうか、それじゃあおやさんももう大丈夫ってことか。おやすさんのことはまだ、俺の濡れ衣が晴れねえかぎり当時の君はおやすさんに責任かぶせる。あ、なんでだよ、お前がもう組を抜けたってのにか。ああ、ただそれでも一歩前進だ。当時の大門が外れた以上、こっから好きにやらせても、クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。そうだな、分かった。それじゃあとりあえず柏木さんにも伝えないと。行こうぜ。いや、俺は東上界から破門された人間だ。
もう風間組の事務所には入る。柏木さんはお前から伝える。おい何言ってんだよ水くせえな。いいから来いって。せめてものけじめだ。きっちり筋を通す。筋ってお前は何も悪いことしてねえのによ。だったらお前この後アパート帰るだろ。俺もすぐ行くから、詳しい話はそこで聞かせてくれ。わかった。じゃあ後でな。毛布ほっといて。今日やったら管理人おれへんから、また明日おかん来たら何言われるかわからんから。
怒られるから。しかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで例の言ってたよ。それまではむっくり黙って何も喋らなかったんだ。あの人らしい。だろ。そうだ、あのクゼが縁を詰めることになるからな。何が起きるかわからないもんだ。ああ、ただまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一つを手にする。風間のおやつさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさないと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけど、キリュウ、実はな、東方クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。たぶん、クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼ、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あの墓なんだってやるさ。てめえの身を守るためだ。だけど正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えないと。他のやり方。いや、そんなのがありゃ苦労しねえだ。錦、お前立花不動産って知ってるか。あ、立花不動産。組を抜けた後、その立花の強度が来たから殻の一つを手にするために協力しろと。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て。俺知ってるぞ、この立花不動産。奴ら殻の一つにまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ。立花不動産は町に事務所構えてるような真っ当な会社じゃない。俺も聞きかじりだけど、一言で言えや、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り。ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを東上界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁には穴を開ける。
どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ気になった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなし。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。この中でも立花不動産は札付きだ。登場会本件、連中を排除しようと思ってるし、本気か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとは面白くない。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、立花の腹が読めない。なら明日、少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値は。いや、調べるのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば、堂島組に目をつけられる。お前は関わり。組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上。